皆様こんにちは。食欲の秋、いかがお過ごしでしょうか。秋は食べ物が美味しくてついつい食べ過ぎてしまいますね。本日はそんな食欲の秋にも安心して食べられる低カロリーなキノコをたっぷりと使ったスパゲティを5種類ご紹介。キノコたっぷりだから麺は 50g だけ。 50g の麺でもボリュームたっぷり大満足の秘密のレシピです。ぜひ最後までご覧くださいね。まずはキノコたちの下ごしらえから。キノコは買ってきたらすぐに冷凍保存してしまおう。新鮮なうちに冷凍することで美味しさを長くキープできるし、何より旨味成分や栄養素も生よりアップするんだとか。石突きの部分を最小限カットしてほぐして冷凍保存用の袋に入れていく。えのきは麺の代わりにしたいから長いまま。食べ応えを出したいから他のキノコは大きめにほぐしたり切ったりしておく。冷凍庫に入れたら2時間くらいで一旦取り出して袋の上から優しく揉みほぐしてあげるとくっつかずバラバラに冷凍できて後で使うときに便利。1つ目のスパゲティは牛肉を使ったこっくり味のボリュームレシピ。みんな大好きなバター醤油にニンニクの香りを効かせた一品に仕上げて、舞茸と牛肉のコントラストを楽しもう。牛肉の臭み消しに精子を少し揉み込んでおく。ちょっとのことだけど、一手間かけるとより美味しくなる。スパゲティは塩を入れて沸騰させた湯で茹でていく。半分に折って茹でると、えのきとの馴染みが良いのでおすすめ。2分茹でたら、蓋をして火を止めて置いておく。フライパンに油を入れ、熱したら牛肉を焼いていく。ほぐしながら炒めて、お肉の色が変わってきたら、ニンニクも加える。冷凍舞茸も入れてよく炒め合わせる。牛肉から出た油を舞茸に絡めるようにして焼いていこう。少し焦げ目がつくくらいが香ばしくて良い。スパゲティは茹で上がり時間の2分前になったらえのきを加え、再び蓋をして置いておく。冷凍していないえのきを使う場合も同じ時間で大丈夫。8分通り火が入ったら味付けをしていく。醤油とみりん、少しのオイスターソースで味付け。甘めが好きな方はお砂糖も少し。後で調節できるからここでは味付けは控えめに。茹で上がり時間1分前に麺とえのきをざるにあげて水気をさっと切って加える。具材と麺、えのきをなじませるようにしてよく混ぜる。青ネギも加えて手早く合わせ、味見をして味を整えたらバターを落として火を止める。バターを全体に絡めたら出来上がり。お皿に盛り付ける。料理は盛り付けも大切。丁寧に美味しそうに盛り付けよう。副菜は残り物のキャロットラペ。鮮やかなビタミンカラーが食欲をそそる。スープはグリーンエコスープ。緑の野菜を追加。牛肉のこってりした味わいと深みのある舞茸の旨味がマッチしたスパゲティ。最後に加えてシャッキリ感を残した青ネギの食感も良いアクセントになっている。少しだけ寒くなってきた秋、こってり味のスパゲティはいかがですか？2つ目はコリコリとした食感が特徴的なエリンギと豚キムチを合わせた焼きそばのようなスパゲティ。豚キムチのコクのある味わいと歯ごたえのあるエリンギでパンチの効いた味わいを楽しもう。精子を揉み込んだ豚こま肉をほぐしながら焼いていく。もちろん豚バラ肉でもいいけど、
今回はカロリーダウンさせて豚こま肉を使用。パサつきが気になる方は片栗粉を少し絡ませるのもおすすめ。ビタミン B がたっぷり、タンパク質も豊富な豚肉で疲労回復を図る。冷凍エリンギも加えてさっと炒め合わせ、キムチも追加。麺とえのきを加えたらよく絡ませて味見。焼肉のタレか醤油とみりんで味を整える。焼肉のタレで味付けするとちょっとジャンキーな仕上がりでファストフード風。醤油とみりんだと優しい味わいで定食屋さん風になる。ニラも加えてさっと手早く混ぜたら、火を止めてごま油をひと回し。出来上がり。盛り付けていこう。お好みで卵黄をことりしたら、ごまもパラリ。大根のお味噌汁ときゅうりの和え物で定食風。お味噌汁には残った卵白も入れて無駄なく。秋の夜長、ボリュームたっぷりがっつり味のお箸で食べるスパゲティはいかがですか？3つ目は、手軽な食材シーチキンといろいろキノコを使ってさっぱり味だけど旨味を感じるオイルパスタ。ニンニクの風味をプラスしてピリ辛に仕上げたペペロンチーノを楽しもう。ニンニクはこうして包丁の腹で潰してあげると皮がむきやすいし旨味もよく出る。多めのオリーブオイルでニンニクの香りを引き出したら、玉ねぎを加えてしんなりさせる。ツナ缶のオイルをプラスするのもお忘れなく。具材をどんどん加えて炒め合わせていく。最後にツナを加えてさっと混ぜたら、美味しい塩で軽めに味付け。茹で上がった麺とえのきを加えて具材を絡めたら、オイスターソースを隠し味に。牡蠣のソースだからツナとも相性もぴったり。さっと全体を混ぜたら完成。副菜のかぼちゃサラダ。簡単にレンチンしてマッシュしたら、チーズとメイプルシロップ、ドライフルーツ、トースターで香ばしく焼いたかぼちゃの種を混ぜるだけ。チーズの塩気とかぼちゃやドライフルーツの甘みが美味しい副菜。黒胡椒をたっぷりひいて風味よく。具材たっぷりだけどちゃんとペペロンチーノ。野菜がたくさん食べられる、体にも心にも美味しいスパゲティはいかがですか？4つ目は、トマトソースで煮込んだミートボールといろいろキノコを合わせた風味豊かなスパゲティ。合いびき肉の食べ応えのあるミートボールとシンプル味のトマトソースを楽しもう。ミートボールにする肉ダネはつなぎを入れず、肉肉しさをアップして食べ応えを出す。後で煮込むから玉ねぎは生のまま使う。丸めたら転がしながらこんがり焼いていく。
ミートボールの表面に焼き色がついたら、野菜たちも加えていこう。トマト缶と水を加えたら、ぐつぐつしばらく煮ていく。具材に火が通ったら味付け。コンソメ、ケチャップ、ソース、塩コショウで味を整える。トマトの酸味消しに一つまみのお砂糖もお忘れなく。茹で上がった麺とえのきを絡めたら出来上がり。食べ応えのあるミートボールが、さっぱりだけどコクのあるトマトソースとよく合う。野菜もお肉もたっぷりな大満足パスタはいかがですか？最後にご紹介するレシピは、みんな大好きクリームスパゲティ。冷凍庫に常備している方も多い塩鮭とたっぷりのキノコ。合わせるソースはお味噌を加えたこっくり美味しいホワイトソース。塩気の効いた鮭と少し和風のホワイトソースの風味を楽しもう。オリーブオイルで具材を炒めていく。かぼちゃを少し加えて甘みをプラス。お砂糖を使わずに自然な甘みでホワイトソースが美味しくなる。かぼちゃがなければさつまいもでもよい。玉ねぎがしんなりしたら米粉を振り入れて全体に絡める。豆乳を加え、ひと煮立ちさせたら白味噌を加える。白味噌ではなく普通のお味噌を使う場合はみりんを少しだけ加えてみてね。味付けは後で塩だけが入るから少し薄めにしておこう。最後にほうれん草とほぐした塩鮭を加えたら、鮭がバラバラにならないように優しく混ぜる。味見をして塩で味を整えたら出来上がり。白味噌とかぼちゃで優しい甘さのホワイトソースと塩気の効いた塩鮭、たっぷりのキノコがバランスよく絡んだスパゲティ。美味しい秋の味覚満載のスパゲティはいかがですか？さて、具材たっぷりスパゲティ5種類のレシピはいかがだったでしょうか？ボリュームたっぷりだけど麺は 50g だからダイエット中の方も安心して召し上がれるかなと思います。具材の組み合わせを変えたり、麺をグルテンフリーにしたりと、いろいろ楽しんでみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。